ホリエモンチャンネル。冬ですね。空気も寒くなってきました。堀江貴子です。冬ですね。私は夏より冬が好きです。どうも寺田由紀です。それでは今日の質問です。在宅専門の薬局をオープンさせます。24時間お届けを売りにしますが、ぜひ堀江さんにも届けたいと思います。どんなサービスだったら使いたいと思いますかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストはですね、ポート株式会社代表の春日博文さんです。お願いします。問い合わせっていうか、もう会員とかには なってる人いるんですか？あ、はい、一応もうすでに診療はスタートしてますんで、はい、一応今10種類 の疾患を対応してるんですけれども、はい、そこに向けて、どういう疾患ですか？ですね、高血圧、脂質、あと高尿酸血症、あと禁煙、うん、あとは、なんか飲みすぎとか、うん、で皮膚系もちょっとあったんですけど、この辺は今削除する予定。どうしてなんですか？画像がですね、なかなか荒いとかで、ニキビとかあるんですけど、ちょっと分かんないんですよ。あ、なるほどね。ネット経由だとちょっと確かに厳しいかなと。そうですね、なんかドクターとドクターはあるんですけどね、まあやりながらちょっと見ていくってことですかね。はいはい、なんか登録するとできるんですか？はい、カテゴリーが、まあ、選択して自分でこのカテゴリーを受けるか決めるんですよ。でまあ、実際そこの検査、まあ、検査の結果とか健康診断の結果とかを社名で送ってもらったりとかもしてますね。ということで、はいはい、今日も質問に答えていきたいと思います。私はこう答えました。はい、都内に20分以内に届くデリバリー薬局、処方箋が必要なら医者も往診に来る的な、という、はい、薬関係はどうなんですか？ポートメディカルさんは、僕らの場合はその診療医師がして、そこからその院内処方で、まあ、院内 の調剤の場所で調剤をして、あ、院内処方なんですね。はい、で配送するっていう、はいはいはい、で一応、まあ、院内処方に関しては基本的には配送規制がまだないんで、まあ、そこでまず普通に郵送してます。そうなんですよ。それはないんですよね。そうですね、うん、で薬剤師とかあと薬事法とかでいくと、結構ちゃんと 薬剤師さんが配送しなくちゃいけないとか、そういうのが一応規制としてはあるんですよ。院内処方だと大丈夫なんですか？院内処方だと配送っていう感じだったりします。薬剤師だと多分薬剤 の、まあ、指導っていうのを薬剤師がするっていうところで直接行って、まあ、行うと。まあでもな、薬な、うん、こう常備薬的なものでも医師の処方がないと、例えば持病みたいなものがあったとして医師の処方がないと送られてこないやつとか結構困りますよね。そうですね、うん、この24時間お届けの薬局はこの方はあれなんですかね、薬剤師さんってことなんですかね。ああ、そうなんですか。多分そうでしょうね。そうですよね、うん、きっと、うん、僕のお知り合いのところも今ちょうど薬剤師が薬局から配送するってモデル始めました、ね、処方薬じゃなくて薬局でも買えるもの、市販薬。あ、まあ、だから OTC に関して言ったら、うん、通販とかでもある程度買えちゃうからあんまり魅力はないですよね。そうなくなってきましたね、うん、だからなんかちょっとこう今すごく緊急で病気になって、うん、薬局に行くのも辛いみたいな感じでデリバリーしてくれたらいいじゃないですか。確かに、はい、それですぐ来たらありがたいですよね。そう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 、今日一日で治さなきゃとかありますしね、うん、ありますね。まあ、性病系とかもそうなんですけど、結構なかなか病院にそもそも行きたくないっていう病気とかもあるので、そういうのは遠隔診療と医薬品の配送っていうのはすごい相性がいいっていうのは思ってます、ね。まあ、例えばピロリ菌にしたって尿検査ですぐ分かりますからね。はい、薬とかそういうのもね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、ということで告知となんかアピールをお願いします。はい、2週間前にポートメディカルというサービスをリリースしました。なかなか通院に行けてない方だったりとか、治療が継続できてない方、そういった方はぜひですね、遠隔診療サービスポートメディカルをご利用いただければと思います。はい、皆さんぜひポートメディカル調べてください。そしてですね、12月22日から27日、人狼 TLBT が福岡に行きます。堀江さんが主催に入ってくれてですね、福岡で1週間の公演をやります。ぜひぜひ、ちょっとチケットあるかわかんないですけど、皆さんぜひ当日券出るのかな、はい、ということで今日もありがとうございました。はい。メルマガの
登録はこちら YouTube チャンネルもよろしくね。